さんこんにちは、くーです。今日もですね、龍が如く8をプレイしていきたいと思います。あ、ちょっと待って、絡まれちゃったかもしれん。よいしょ、ちょっと先にこれを片付けしてまいりましょう。ですね、今日はメインストーリーの方を進めていこうかなと思っております。よいしょこんな感じで始まってしまったのですが、アパートに帰って休むってところからなんでね、ちょっともしかしたらムービー入るかもなので、一応入る前にスタートしてみました。よいしょ、こんな感じでお家に帰ればいいのかな。おっと、なるほど、寝るって感じかな。よし、寝てみましょう。いろいろあった、疲れた、休む。はい、あれ、よいしょ。キルさん、さあ、沢城やエビナに会う気ならタクシーで行こう。行き先は清流会の新事務所だ。場所は私が案内できるということなので、そういう日に案内してもらいましょう。タクシーで行くみたいなんでね、そちらで行きたいかなと思います。よし、どちらまで行かれますか。初乗り500円になります。どちらまで行かれますかということで、わーっていうか、お金いっぱい持ったまんま来ちゃいましたね。多分負けることはないと思うんだけども。よし、清流会東京支部なんだ。なるほど、出発いたします。こちらの方に行きたいと思います。これか、清流会。あ、新しい支部。わー、そしてここは東照会のね、かつての東照会本部施設だった。大改山の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって清流会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり清流会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん、この場所に登場会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。いやー、これはちょっと心穏やかではないと言いますか。あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろう。ああ、そういや、ソンヒムか。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺は難波ってもんで、沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で。いや、俺はその、沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんで、ご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の、俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。後ろから清流会若頭補佐の奈良崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。なるほど、話せそうなのが出てきたね。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。奈良崎さんがわざわざ、こいつらを。若いのは物を知らん。
しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がして、どこにいる？まあそう焦らず、どうぞお入りください。やっぱキリュウさんだってバレバレだよね。ね、まあでもお名前の詮索はされなくてよかったけどね。うわぁ、なんてこった。どう、あいつ。ようこそいらっしゃいました。歓迎しますよ。青龍会の沢城と申します。ずいぶん大行な出迎えだな、ね、驚かれたなら申し訳ありません。まるでヤクザのようですが、これも必要なことなんです。なんせ東城会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ。連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。どう案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですから。めっちゃ失礼。なんですって、あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。いやー、キリュウさんが東条会の本部をこういう形で訪れる日が来るとはね。ね、あのグラさんやろう、奈良崎とか言ったな。ああいうのはね、ああいう跳ね返りはいくらでもいる。気にするな。キリュウさんが良くても私が向かってくるんですよ。ここが東条会本部か、元ですけど。いやここはさ、あのボイスあってもよかった気がするけどね。私も中に入るのは初めてだ。感慨深いな。なんか国会議事堂もこういう感じだよね。昔社会科見学で行ったことあるけど。あ、確かに、ヤクザの総本山と立法の中心地が似てるってなかなか言うね。確かに。別に皮肉じゃないって、言葉のまんまの意味、こういう重厚な感じっていうのね。え、まあそうだね。おいおい、遠足に来たんじゃねえぞ。すいません、珍しくて。つい海老名はおそらく幹部会室だろう。上の階だ。さすが勝手したるわけですね。案内頼みます。これはどうなんだろう、探索した方がいいのかな。ねえ、花？綺麗に生けてありますね。それに高い花使ってるな。わかるのか、店でも花飾るか。いや、うちはこんなお金かけられないな。へえへ、キリュウさんも花をめでるんですね。ちょっと意外ですよ。いや、この花瓶なら銃で来られても身を隠せ。なるほど。情緒もクソもなかった。常在戦場の意識、さすがだ。なるほど。これもそういう感じで見てるってこと？
でかい壺ですね。どうしたんです？じっと見て。あ、キリュウさん、実は目利きとか鑑定してみてくださいよ。いや、いざって時に使えると思うしな。物騒なこと考えてません？ここに来ると毎度ろくなことがなくてな、つい構えちまう。常にもしもの状況を想定することはするとは枯れていないんだな、キリュウさん。褒めるとこかな。ねえ、よいしょ、ちょっと待って。下の上に行くみたいなんだけど、ここはさ、あの自由に行ったり来たりできる場所じゃないから、今のうちにね、ちょっと探索しとこうかな。うん、広い。でかい集会とかはここでやるんですね。ああ、俺も詳しくは知らんが、歴代会長の葬儀はここでやってたな。ああ、そう言われてみれば確かにそういう雰囲気だ。葬儀は2回あったが、そのうち1つは偽装だったって後で分かったな。え？偽装？会長の葬儀が？ああ。その話は私も噂で伝え聞いて、登場会で剣謀術数など日常茶飯事だろうが、そこまでやるとはな。なんかめちゃくちゃ気になる話なんだけど、後で聞かせてくれません？気が向いたらな。そうだな、ここで葬儀もいろいろと行われた感じか。ちょっと一応まだまだ余裕だぜ。なんかでもドアっぽいあれだけど、さっきには入れないね。マップだとさ、ちょっとドアっぽくなってるようにね、部屋が続いてるように見えるけど、ちょっと何もできなかった。あ、ちょっと待って。こういうところのさ、アイテムとかあるかもしれないじゃん。ないね、ないね。よいしょ。でも一応セリフとか用意されてるってことは、探索する可能性も考えられてるってことだよね、きっとね。体が軽いって言ってんの。サチャは可愛いの。よし、これはここの上の階もちょっと見とくか。お、ムービーが始まっちゃった。あの、キリュウさんは昔ここの会長だったんですよね。ほんの少しの間だけどな、すぐ放り出しちまった。何か理由があるんですか、辞めたのって。登場会の会長なんてヤクザの世界で言ったら超がつく大出世でしょ、うん、私も興味があるな。ああ、そうだな、確かに若い頃は羽振りのいい生活ってのに憧れたこともあった。だがそれよりも大切なものを見つけたんだ。うん、子供たちだよね、きっとね。あの時の選択が正しかったのかはわからないけどな。なんです、後悔しているんですか。どうだろうな。あの、もし今後悔しているならこれからですよ。これからあの時の選択は正しかったって言えるようにしていけばいいんです。なんちゃん、今の状況を結論だの結果だのって決めつけることはないんですよ。そうだ、なんなら相談に乗りますよ。俺は一番の初デートをプロデュースした。失敗したけどね。相談事なら万事お任せよ。なんかダメな気がする。最後の一言は信用下げるのでは。本当だよね。そう、あ、その時はよろしく頼む。いや、なんかさ、キリュウさんがこんな風にさ、仲間と共にっていうのが新鮮だよね。なんかもちろんさ、今までも一緒にさいたんだけれども、ちょっと違う感じの仲間でいいよね。見る、この絵は、うん、あ、なんか高そうな絵ですね。キリュウさん、わかります？いや、さっぱり。これはオランダのモタール・フォン・エフモントって画家の作家で、へえ、すごい。レンブラントの流れを受けたと言われて、生涯風景画だけを描き続けた人だよ。
さっちゃんわかる、すごいね。こっちとら毎晩いろんなお客さん相手にしてんの。どんな話題でも打ち返せるように日々勉強してんの。そうか、そうか、ね、大したもんなねえ。そうだよね、知識があった方が話に花が咲くもんな。あれ、ここは温まってきてる。入る？入れんの？ここは風間さんがねえ、ここが幹部会の部屋ですか？いや、ここじゃない。少し昔を思い出してた。あの、何があったんです？この部屋。いや、この部屋の窓ガラスを突き破って外に飛び降りたことがあるんだ。ここだよね、多分風間さんが撃たれたのも。何その思い出、違ったかな。ちょっと記憶が曖昧だけどさ、私どこに、ここから来た。いや違う、ここ後ろか。あ、牛さんだ。これはなんとも。なかなかいい。キリュウさん、キリュウさん、これ登場会の頃からあったやつなんですか？違うと信じたいな、大吾がこんな趣味とは。いや、あいつこういうの好きなのかもな。なんかあれだよね、ここさ、なんか武器屋さんっぽいのがあった気がするよね。なんでこんなとこに本棚が。さあな、頭良さそうに見せてんじゃねえか。もしそうなら、まずはあれを撤去した方がいいんじゃない。同感だな。あ、これってなんかの仕掛けだったりした、もしかして。なんかさ、ここにも隠し部屋っぽかったから。ちょっとさ、過去作の記憶がさあれなんだよね。お、ちょうど一周してきた感じかな。よし、入るか。ここだ、海老名か。前会った時は信用できるやつだと思ったんですけどね。状況が状況だ、油断するなよ。ええ、あー、海老名さんと沢城さん、やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。ちょっと探索してたりね。案内は間に合ってると言ったはずだ。登場会の4代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですが、つい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。いやーっていうか、海老名さんがそこに座ってるのはちょっとね。だよね。俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは登場界のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんだな。あんたに悪気はなくとも、知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ、立場わきまえろよ、こら。いいんだ、奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した
伝説の竜だよ。改めまして、どうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。ここでパレカナがつながっちゃうの？40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元坊の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に？ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島はパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか？お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ？一応ハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから清流会の件とは一応無関係ということになります。
沢城、お前は今あかねさんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている連中の狙いはあかねさんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって。確かなんですか、その話は。その反応は知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出まかせを言ってると。この場では水掛け論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか。そりゃとはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか。改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする。ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか、なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。ああそうなるといいな。エビナさんは食えない感じの人ですな。ちょっと信頼できない。何かね、また起こりそうな予感がしてきましたね。まさか、あの登場先輩にいるとは。ね、あの沢城もずっとかしこまってやがった。ほんと、ヤクザの本拠地まで行ったのに、全然怖くなかったもんね。しかし、収穫は少し物足りなかったかな。そう？青龍会とパレカナがつながってたのが分かったのは大収穫じゃない。エビナがブライスの本性を知らなかったかどうかが問題だけどな。今はエビナたちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。ね、まだなんかありそうだもんな。そういや、桐生さん、その後やりたいこと増えました？エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな、久しぶりに本部なんて言ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。なんだろう。お、何です？あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか？そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し湿っぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだって桐生さんの力になりたいんですから。ああ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。ああ、タクシーを拾おう。おお、ここで墓参りに行く感じですね。まだ30分だからこのまま行ってしまいましょうかね。あれ、ユウト
墓参りか。ちょっとメッセージ送ってみよう。ね、おやさんのところかなと思うんだけれども、ちょっと行ってみようかなと思います。どちらまで行かれますか。よし、それでは笠間さんのね、墓参り。あ、みんな同じとこね。ユミさんも、すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか。おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか。みんな俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ねえ。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえたちだからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。なんだ、俺がみんなの墓に手合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん、よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。あ、キリュウさん、お知り合いで。あ、なら会っちゃまずいんじゃ。大丈夫だ、この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫飛だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。キリュウさん、俺たち先帰ります。きっと積もる話があるんでしょ。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか。ああ、いや、ここで伊達さんと会えるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。うわー、ちょっと龍が如く、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえエモすぎますな。お前はそれ一杯だけだ。ね、俺は好きにやらせてもらうぜ。うわー、ここでひでえことしやがる。ママはいないのか。カムロ町に来たってことだよね。今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。まさかここでまた飲めるとはな。正直驚いた、うん、そうか。伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか。はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ。ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。うん、何の罪もねえガキが大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。
1にも2にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。難波たちも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。思えば俺の人生はあの時、錦と由美が死んだあの時、一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。嫌でももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、桐生さん。結構飲んじゃいました。大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか。ああ。時間があればまたちょくちょく会うことにした。構わねえか。もちろん。ただ酒はほどほどで頼みますよ。ああ、分かってる。本当に分かってます？本当にほどほどですよ。かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ今日のところは春日のアパートに帰りますか。ああ、アパートに帰って休む。ちょっと待って。そしたらですね、ちょっと残りの時間は、こういった、絆のね、会話とか、ちょっと見ていこうかなと思いますね。記憶のね、思い出とかも、今日中華街の方行ってみましょうか。そうですね。しかも全然さ、戦ってなかったから、ここで、レスキューしましょう。バイトレスキューして、ちょっと。その寝つきが気に入らねえ。やっぱり、始めよう。こう、肩慣らししなくては、一歩不気味な解剖医とか言って。なんで。あ、これが。加減できねえ。加減できねえと。おぉ、強強強強。強い力の差を見せて。これは何が。わけがあるや。ウィットサービスで。ご褒美だ。ご褒美だ。いい感じ。いや、めちゃくちゃ孫子の。めっちゃ合ってるよね。よいしょ。こっちかな。ここかな。お互い様だ、孫子。孫子、腕を怪我していないか。血が出てるぞ。本当だ。どこかに引っ掛けたか。まあこの程度放っておいても。いや、細菌が入ったり後になるかもしれない。手当てした方がいいだろう。ちょっと見せてくれ。キャー、優しい。大丈夫だ。応急セットは持ってるから自分でやるよ。おせっかいなんだな、桐生さん。かもな。孫子は周りにはよく気を配るが、自分を後回しにしがちだからな。リーダーとしては立派だが、もう少し自分のこともいたわるといい。あなたがそれを言うのか。ありがとう。よし。ああ、いい感じ。いや、なんかさ、ソンヒのこのやついいよね。ちょっと待って、こっち側さ、ちょっと敵が強いから戦ってるとさ、多分
時間が経ちそうな気がするからちょっと場所を変えよう。そうちょっとこっち側にしようかな。まだね、ここら辺敵が強くて勝てる相手なんだけども、あ、清潔感、モテる男の条件にさ、最近よく清潔感ってあるじゃん、学歴や収入とかと肩並べてるけどさ、この清潔感ってのはいまいちピンとこねえんだよな。というと？これ風呂入ってりゃモテるって話じゃねえよな。まあそうかもな。最低限入るべきとは思うか。最低限、だとしたらこの清潔感って何？なんだ？感って。お前なんかあったのか？うちのキャバクラでもちょっと話題になったんだけど、その言葉結構曖昧なのよね。髪や服が整ってるっていう子もいれば、イケメンが好きって言いにくいから言い換えで清潔感っていう子もいたわ。やっぱりか。合コンとかで無菌状態の男がモテるんじゃねえのか。合コン無菌状態の男って何だ。清潔感ってのが何なのかは俺もよくわかんねえが、人と会う時は身だしなみを整えていった方がお互い気持ちいいだろう、うん、そういう心が清潔感の第一歩なんじゃねえのか。さすが桐生さん、綺麗にまとまったわね。わかったよ、これからは毎日風呂入るよ。当たり前だ。当たり前だな。よいしょ。いや、難波さんはさ、やっぱりちょっとそのね服装がね、あれかもしれないね。最高流トレーニング見てみましょうか。最近腕に筋肉がついてきたかも、うん、いいじゃねえか。トレーニングでもしてるのか。いや、むしろあんまりジムとか行けてないくらいなんですけど。あ、あれかな、鍋。そう、フランスの高いお鍋を買ったんですけど、これが重くて。でも丈夫だし、お料理が楽しいから最近いつも使ってるんですよ。だが鍋といっても限度があるだろう。そんなに重いのか。6キロくらい。思ったより重かった。鍋、6キロの鍋ってどういうことだろうか。いい、よく分かってきた。すごい大鍋でみんなのために料理作ってるんだろうかね。よいしょ、ちょっと待って、ここら辺になんか思い出っぽいのがあるはずなんだけど。あ、タクシーか。なるほどね。よし、タクシーか。いかんいかん、つい車体に不備がないとか車内が清潔に保たれているか確認してみましょう。職業病だな。そうね、といってもタクシー運転手をやっていたのはずいぶん前だ。福岡の長洲町っていうのかな、長洲街、一時期俺はそこで名を偽りタクシー運転手として暮らしていた。あの頃の記憶はどこか色彩に欠けている。自分の決断に後悔はないはずなのにな。だがそんな中でも長洲タクシーの人たちとの記憶はどれも温かく思い出せる。俺はあの人たちにどれだけ救われていたかわからない。それに中島社長に連れられて巡った屋台の飯は本当にうまかった。自由に旅行できるってんなら長洲街はまず外せない。そういえばいい街だ。まあ、カムロ町にはかなわねえけどな。なるほど、なるほどね。そう、よいしょ。そうだね、タクシードライバーやってた時期もあるんだよね。あ、ここにもあるから、こっちも行ってみるか。そう、ちょっと私ね、何度もいつも言ってんだけど、龍が如くの五と六をやってないのがちょっとね。そう、何でもできそう。やらなきゃなと思いますね。そう、やってたらもうちょっとさ、もっともっと深くこの作品を楽しめたかなと思うよね。
よいしょ。先に倒しちゃいましょうか。地獄を見せてやるよ。終わらせる。終わらせる。俺たちの守護神が出てきた。よし。そしてこちら。なんというか日本っぽくね建物だな。海外にでもいるみてえだ。そうこういうのは弓が好きだった。ね、いつか言ってたな、式を挙げるならハワイだって。叶えてやりたかった。わざわざ俺にハワイで任務を投げたのはきっと花輪の気遣いだったんだろう。感謝しねえとな。おかげで自己満足には過ぎないが、せめてあいつに送った指輪だけでも夢の場所に連れて行ってやれた。バカみたいだけど会い切れるだろうか。それとも思い出す、喜んでくれるだろうか。そうだといいんだかな。いやーもう本当に、一途だよね。さあ桐生さんはさ、ちょっと向こう側にありますね。ほっ、どこにでも行けそうだ。これも拾いつつ、よいしょ、敵も倒しちゃいましょうか。聞かしてんじゃねえぞ。覚悟してよね。覚悟してよね。終わらせる。よいしょ。あれだね、サイコちゃんが持ってるさ、バキュームが結構見た目がいい感じだった。ほら相手にならねえな。よいしょ。よし、んどこだ、ここかな。はい、フリマアプリから通知だ。値引きしてほしい子。なんだ、値切られてるのか。そうなんです、もう使わないものだし、ちょっとくらいならって、これじゃ半額じゃないの。ずうずうしいなこいつ。断るのか。送料も考えると赤字になっちゃうしな。そうだ、桐生さん買いません？キリュウさんなら半額でいいですよ。何を、何を、そうそうそう、美顔器です。美顔キリュウさんには美顔器はいらないかな。まあ損費に売ってあげるといいんじゃないかな。ね、よし、こっちの方も行っちゃおうか。あ、ここに1個あったね。まあね、今何分、よし、あ、そろそろか。じゃあこれ、ここの一個行って終わりにしようかな。よし。いや、てかこのさ、思い出もみんなとのお話もなんかいいよね。覚悟しろよ。勝ちに行こうぜ。終わらせる。危ない気がする。東京だけは勝ってやるよ。この人も倒しちゃいましょう。どのように刻まれたいですか。終わらせる。終わらせる。相手にならねえな。相手にならねえな。よいしょ、ここかな。日だまりの城、確か介護施設だったか。城か。城が立って真っ二つに割れるのを見たことがある。そんなことを言って、外、あれですよね、セブンの、ね、外伝かな、言って誰が信じるだろうか。なんかこれは俺の体験したまぐれもない事実だ。しかも割れた中から別の城がにょきっと出てきたというおまけつき。今度あの城を見に行ってみるか。あれが夢じゃなかったのか確かめたくなってきた。そうだよね、外伝だよね多分。よし、あのカジノのところのことかなと思ってるんだけど。よし、よし、こっちにアイテムはない。よし、
まあ今日はねこんなところで終わりにしようかなと思います。まだまだねこう傷とかもいっぱいあるんですよね。そうでもちょこちょここうやってね何かやった後に時間が余ったらっていう感じで見ていこうかなと思っております。よし今日もね最後まで見てくださった方は本当に本当にありがとうございます。それじゃあまたねバイバイ。